どうも、ジョルです。ナチュラルドクトリン、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず、どこのエリア行こうかなと。ここのエリア行こうかなと。あ、ここちゃうわ。あ、この B プラス行こうかなと思ったんですが、一番最初のエリアのトロルを倒しに行きたいなと、思います。最初に、序盤にやたら強かったボスですね。ボスというか、なんて言うんですかね。檻の中にいた。多分、まあ、あの時はと、まあ、当時はノーマルっていう、難易度がノーマルだったってこともあるし、レベルも低かったんで、ある程度今やったらいけると思うんですけどね。まあ、ここで食い止めとくか、これ。来い！来い！来たか、ゴブさん。大体ね、もうある程度ルールは把握したんで、まあ、そんなすぐにはやられないと思うんですけどね。これ敵が、誰かキャラクターがいたら、そこを飛び越えて移動できないっていうのが分かったんで、一人まずここに壁役を置いとくと、かなり有利に進みますよね。オッケー。これめっちゃええな、この盾。盾防御やたらええな、これ。まあ、こいつが言ったらタンクみたいな役割ですよね。壁役みたいな。こいつは壁になってくれるから、で、後方から、こいつら狩ると。ここで一気に連携を組むと。ここだ！行くぜ。さらに続く。で、連携が始まると。よーし、行くよ！続きます。始まります、連携が。まあ、こいつこっから行くか。行くぞ！みんな！オッケー、行くぜ！へい！へいへいへい！強し！いい振ってば！これルール分かったらだいぶ面白くなってきたな、このゲーム。トゥトゥトゥン、イェイイェイ、とどめだとどめだ、すげえ、オッケー、制圧。痛い。まあ、ここ序盤のエリアでご利用していきますね、ここは。おいおいおい、すげえ。主人公がだいぶ強いな。守備能力も高いし、 HP もそこそこあるし、アタック力も結構あると。悪くないな。任せておく。で、こいつがこいつ、私も私も。で、こっちが、よし見てて、こっち。続きます。で、こいつが右倒すと。ここ、見えます。オッケー。一緒に攻めるぞ。スイスイ、さよなら。俺は負けん。俺は負けん。とどめだ。とどめだ。やれや。やれや。甘いわ。で、ジークリンでは、アタッカーなんですよね、完全な。全身だ。よし。行くぞ。アタック能力異常に高いからな。まあ、ここでしかも指輪欲しかったんで、行くぞ。キャラクター全員に指輪装備した方が絶対いいと思うんですよね。行くか。まあ、敵の位置把握してるんで、ここは一気に行きます。全身だな、全身だな。お、来た来た、ゴブちゃん来たよ。お客さんね。おお、強え援護。このアンカマジ強えな、こいつ。後方からの援護エグいわ、これ。それそれ、やりゃー、オッケー、オッケー、らっしゃいらっしゃい。よーし、続けて。任せておく。続きます。まあ、これでいいか。やっちゃえ、やっちゃえ。やっちゃえ、やっちゃえ。ほい、せい。ザシュン出た、トロル右に眠っとるやん。お、レベルアップ。行くぞ。よし、このトロルを一斉に倒すべきやから。指輪ゲット。お、銀皮の指輪、何これ。守備力上がるやつかな。行くぞ。HP 回復しようか、とりあえず。まあ、とりあえずこいつは一旦終わって。斬新だな。作戦としては、このイフが攻撃を受けた方がいいと思うんですよね、トロル一人の。
3人でも受ける必要ないんで、行きましょう。こいつ移動させてと。オッケー、行くぞ。もう1体斬新だな。よし。らっしゃい。あ、ちゃうちゃうちゃう、来た。お、7回攻撃やばいなこれ。行きましょう。よし、これで回復すると。で、イフを回復してあげると。もう回復薬チュー使ったことない。続くぞ。で、まあ、これはもうこれで OK。 ええ、タイミングを合わせましょう。ほれ、助かる。お、120回復するんや、でかいな。行くぞ。行くぞ。開けられるか。いけ。開けるぞ。来たー、トロール来たー。強そう、めっちゃ強そう。いかん、距離を開ければ一方的になるぞ。 1200HP、 マジか。 HP1200、 ここからでは。いけるか。やかん。おお、いや、いけるいけるいける、一発いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。安心だな。よっしゃ、いけるぞ。相手のターンは次、だいぶ回ってこいのか。1200こいつ HP、 すげえ。いや、いけるはず。続く。そう。私も、私も。ちょっと待てよ。続く。何かあるような。あの宝箱欲しいな。私も、私も。よーし、見せて。続きます。ここでこいつ離れといて、行くぞ。よっしゃ、行くぜ。なんとか、やるぜ。 HP1200 か。こいつだいぶ強いな。マジか。行くぞ。気をつけて。いや、まだあるぞ、可能性は。よっしゃ。さて、ここからでは無理。ほっ、あかん。強っ。あ、絶対無理やん、こいつ勝たれへんやん。はあ、ほっ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 。あかんわ、これ強すぎるわ。こいつマジで強いな。やっ、お、いける。いやいやいや、行くぞ。こいつは全然減ってねえ、 HP 全然 HP 減ってない。これは無理だな。これはちょっと負けるな。ちょっとこれはもう無理ですね。トロール強すぎるな。行くぞ。あいつあんな強かったんや。 HP 高っ。だから結構攻撃は受けれるんです、受けきれるんですけど、HP がちょっと高すぎましたね。1200はちょっとあれやったな、予測してなかったな。だってあの、グリオントルーバってあの虫みたいなボスでも400ぐらいだったんで、HP が。だからトロルやったらまあ HP300 ぐらいかなと思ってたんですけど、めっちゃ強いですね、あいつね。多分あそこの宝箱相当強いアイテム眠っとるな、あれ。うわ、やばいな、あれ。もうちょっと守備力高くなって、攻撃力上がっていけるかなと思うんやけど。まあ絶妙なとこですね。OK、 反撃しよう。痛い。まあもっとレベル上げなあかんな。レベル上げが一番楽しいからな。よし、よし、よし。まあもう大体仕組みは分かってるんで、連携を組んでいきながら、まあこっちから行くか。行くぞ。オッケー、もうちょう、シュシュ、強し。痛い。あー、ジークリのやってきた。ごめんね、ごめんね。バシリのアタックがもうちょっと上がったらな。トロルがめちゃくちゃ行動早かったな、あいつ。
あとレベル10ぐらい上がったらいけるかなってぐらいの強さしとったな。やってくれるわ。ここからでは無理だ。ドゥ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 で見せます。一緒に攻めるぞ。さらば。よっしゃ、さなら。俺は負けん。俺は負けん。ほい。ゼレ。ゼレ。止めだ。オッケー、撃破。よし。よしよし。全身だ。まあ、トロル以外とりあえず殲滅して指輪ゲットしますここで。で経験値もゲットできるんで、おまけに経験値ゲットという感じですかね。行くぞ。まあ一旦これとりあえず終了して斬新だな。よしこっち合流しようかとりあえず。らっしゃい。いいもん見っけ。押すからね。それこれでイフから始まるっぽいな。アンカ次アンカか。行きましょう。まあアンカで宝箱回収。楽しみですね。この指輪大事だからな結構。よし、鉄皮の指輪。ドゥ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 。もう。来るのか。弱い弱い。おまちょー、経費強い。ジークリンでマジ強いな、アタック。超絶アタッカーやな、ジークリンでは。まあ、守備能力がちょっと弱いけど、まあやっぱ台剣装備しとるだけあって。やっぱ両手持ち、持ち武器は強いんですよね、威力が。行くぞ。行くぞ。あ、任せておけ。私も私も。一緒に攻めるぞ。ほい。いいふってば、見て見て。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。少しは来た。オッケー、レベルアップ。よし。では次のエリア行くか。行くぞ。トロル絶対無理やから。こっちせやすい。全身だな。もう回復使っとくかこれ。念には念はで。やられるのしょうもないしな。行くぞ。行くぞ。よしよし。オッケー。危なかったな。危なかったな。この回復薬やっぱ持っとくの大事やな、これ。回復量がちっちゃいな。48。らっしゃいらっしゃい。で、自分を回復しとくと。任せておけ。よし、これ移動しとくか。やっちゃえやっちゃえ。ごくごくごく。ふはぁ。行きましょう。あ、こいつ開けん方がいいな。扉イフが開けた方が痛いから。扉か、開けるぞ。開けるべし。全身だな。あ、一気にこれ、いけるな。ここだ。続くぞ。行こう。よし、こっち攻める。続きます。で、こいつは行くぞ。よし、いける。悪いな悪いな。オッケー、一匹目。さて先制攻撃だ。オッケーオッケー、一匹目。クソ倒せ。もう一発マジか。倒れてない。結構やるな。結構生きとるやん。しかしクソ、前か。まあでもかっけ、風減らしとかいけるかな。耐えることも戦略の一つです。痛い痛い痛い。オッケー。火の粒手が強いからな。お、されへんかった。ラッキー。続くぞ。よし、続いた。よし、わかった。任せておけ。よし、続
こい。任せろ。よし、任せろ。らっしゃい。さよなら。さよなら。俺は負けん。ほい。マジちょい。やるぞ。前進だ。行くぞ。前進前進。終わったか。行くぞ。うん、でレバーで扉開けて宝箱と。援軍が来るんですね。これ確かこれで。前進だな。前進だな。おお。中は何か。鉄瓶の、銅瓶か。プルト 0.4g。 来たか、増援。まあ、こっちの蹴散らすか。よし。まあ、ここら辺建物でしょ。しとくかな。まあ、ここのエリア、トロリが、まあ、もう余裕ですね。さすがにね。だいぶ、レベルも高くなったし、慣れも来たんで。来たか。いらっしゃいませ。オッケー。よし、反撃倒そう。反撃で反撃行こうぜ。反撃あかん。弱いな、バシリ。弱いな、アタックが。バシリ守備は高いんやけどな。守備と回避は結構性能いいんやけど、他が微妙なんやな。クソ、来たか。ゴブリンの援護します。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃ。この火のつぶてゴブリンが強いからな、こいつが。よっしゃー。あ、言ってもそんな食らへんな。援護します。激ギャー。連続攻撃がえぐいね、やっぱこの。こんなの何発もされてほんまやられるもんな。まあ敵は弱いから今やられてないけど。私も私も。よーし。続きます。一緒に攻めるぞ。攻めるぞ。せい。さよなら。激ハッ。助かって。まちゃう。さよなら。強し。突っ込むよ。バシリ一人いけるか。安心だな。あ、無理か。てってくてってくてってく。何よ。行くぞ。なかなか強い。私もやるってば。あれ HP 21。まずいな。これまずいな。ちょっと逃げるか。一旦。続きます。よし、回復しとこう。一緒に攻めるぞ。念には念をやな、これは。サンキュー。オッケー。まあ、イフは多分、いけるやろ。全身だな。火の粒って強いな、やっぱあれ。あれ、油断したらやられるな、マジで。またこいつか。こいつのターンめっちゃ回ってくるの早いやん。グググ行くぞ。この野郎。ああ、私も激破。よーし、続きます。一緒に攻めるぞ。一緒に攻めるぞ。さらば。激破。終わったか。まあ、呪術師は打たれ弱いから。全身だな。全身だな。行くぞ。オッケー。全身だな。クリアー。この辺りで引き上げたな。撤退します。ランクエース。プルトンなんなんやろこれ。まあ、いずれ使うとき来るんでしょうね。プルトン貯めてたらよくわからんけど、まあ、指輪ゲットしてレベルアップしたからオッケーや。あれ、行けへんなった。閉鎖中。ゴブリンが殺されすぎてしまったため、現在こちらのことを閉鎖されております。またのお越しをお待ちしております。ご利用は計画的に。うわ、これレベル上げずっとできんのや、これ。なるほど。マジか。レベル上げが限られとんやな、これ。なるほどな。まあ、とりあえず編成するか。
まあ、装備品変える。あ、指輪。ほとんどダメだ。軽減する。めっちゃいいやん、これ。わずかに美女強化する。位置上がるのか。強化しよっか。まあ、こいつつけるもんないな。スキルツリー。if。お、あんか。位置しかないんか。精神強化。2位も強化されるのでかいな、多分。あー、これ欲しいけど、高火薬の射撃、ダメージどうかプラス 1.5 倍か、ダメージが。あー、強いけどどうしようかな。中回復薬1個追加。でもこいつ回復薬として機能させておきたいな。こっちの道歩ませるか。レベル1しか上がってないやん。マジか。あ、でももうすぐレベルアップする。お、もうすぐ。あ、こいつまだまだよ。お、でももうすぐレベルアップするね、イフとあれは。じゃあ次行くか、じゃあ。あれ、どこい、あれ？ランク A はやばいから。B プラスですね。はい、だからとりあえずじゃあ20分もうすぐ来るので、一旦終わって次、この次、トーラスコードをクリアしていきたいと思います。ということで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。